皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日も一緒に染田と一緒にトレーニングやっていきましょう。今日やっていただくトレーニングは下半身の種目ブルガリアンスクワットです。椅子やソファーなどに足をかけていただいて、もう片方の足だけでスクワットをやっていただくトレーニングになります。手は胸の前で組んでいただいて、軽く顎を引いた姿勢で背中をまっすぐにしたまましゃがんで立ち上がってという形でやっていきます。しゃがむ深さの目安としては、太ももが地面と平行になるぐらいを目標にしていただくといいんではないかなと思います。で、染田は10回を両足2セットずつやっていますけども、もうちょっとできそうだという方は3セット4セット増やしてやってみてください。片足ずつやるので、軽い重りでも非常に負荷が高くて、自宅トレーニング向きのトレーニングです。その分ね、しんどいトレーニングですけども、頑張ってチャレンジしてみてください。で、足をどれぐらい引くかなんですが、まあしゃがんだ時につま先と膝が揃うぐらいか、若干膝が前に出るかなぐらいのイメージで立ち位置を決めていただくといいんじゃないかなと思います。次のセットに染田がやるように、少しですね、足幅を広げていただいて、前傾をちょっと強めるような形で、こんな感じですね、しゃがんでいただくと、よりお尻ですとか太ももの裏側、ハムストリングを重点的に鍛えることができます。鍛える筋肉としてはスクワットと同じなんですが、片足で行うブルガリアンスクワットの方がスクワットに比べて、お尻とかももの裏側、ハムストリング、そして内ももの内転筋といった筋肉をより強くですね、刺激することができますので、裏側の筋肉をこう鍛えていきたい。特に女性なんかはね、ヒップラインを作るのに大事な筋肉ですので、そういったところを重点的に鍛えたい方はスクワットだけでなくて、このブルガリアンスクワットもやっていただくのをお勧めします。で、今染田がやっているように、疲れてくると顎が下がってきて背中が丸まり気味になってしまうので、あまりこう下を見ないように、自分の5メートル前ぐらいの地面を見るようなつもりで、顎は軽く引いておくんですけども、あまり目線を下まで落としすぎないように気をつけてください。